はい、こんばんは、タムランチでございます。ああ、週末まで来ましたね。ああ、今週は疲れたよ。お仕事もなんかバタバタしてましたよね。まあ、そんな中でございますが、本日ですね、おとっとものポテさん、ポテムキンさんからのアップということで、コラボ曲が出ました。はい、Q の表現という曲で、ポテムキンとその愉快な仲間たちによるコラボでございます。いや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 、なかなか、はい、楽しかったですよ。なかなかじゃないね、めちゃくちゃ楽しかったですよ。まあ、ちょっとその辺のくっちゃべりをね、ポテさんくっちゃべりはしないからね、もっと面白くしてますからね、いろいろね。どくらいだろう、1ヶ月もかかってないんかな。まあ、あのポテさんと私のコラボとかはかなり早いんで、いつもそれに比べればかなり時間かけたような気がしますけどもね。まあ、今回あのそのポテさんとその愉快な仲間たちはね、まあ、ポテさんと、ドラムと、まあ、プログラム、まあ、ドラムディア、ドラムのアキさんとアキヒコさんと、月玉の月ちゃんと私の4人でね、やったわけですが、そうね、まあ、私のくちゃびりですから、その辺がメインな話になってきますけど、私が関わったところの部分がね、もともとは、作曲ポテさんです、この曲はね。でポテさんがフン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 である程度メロディーをつけた、まあ、デモ音源といいますか、それがまずありまして、でそこに、月ちゃんが歌詞を、つけると。でさらに、アキさんがドラムをつける。で、まあそこからね、こう完成に向けてギューンといくという形だったので、まず、そのデモ音源に対し月ちゃんが歌詞をつけてくれて、まずこれがまず、はい、もう完璧、はい、もうできた途端に完璧、はい、もともとのコンセプト的に、同じメロディーをこう繰り返していって、その繰り返す時に歌詞の展開がその1、その2、その3、その4、その5的な感じでグワッとこうね、いく展開の曲だったんですね、もうね。でそれを月ちゃんなりにどうやってくるのかなと思ったんですけど、まあ、表現というね、ワードをはめて表現1、表現2、表現3とこう進んでいくわけでございますが、そこはさすが月たもの月ちゃんでございますよ。表現9、10個ねで終わるんですけど、表現9まで来た時に9を、あの数字の9じゃなくて9ね、もう今回の曲のタイトルにもなってますけどね、今回タイトルが9の表現、あの憂いみたいな、そんな感じかい、意味的には9ね、9、あののりっこののりみたいな字、あの糸編のやつね、に憂いでいいのかい、9の表現でね、その表現9がもう9なんですよ、表現9。それで、私やってる最中気づきませんでしたけど、途中まで表現10が表現中なんですよね。表現中、漢数字のな、数字じゃなくて漢字の中、表現中。いや、これ発想出ないよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 なんですよ。そんな歌詞をね、書いてきてくれたんで、もう、はい、はい、歌詞 OK、はい、歌詞 OK です。はい、でそこに、アキさんのドラムが入って、これまたね、これまたもう完璧です。はい、もう、着いた時点で、
まあリズムはもうね、ポテさんのギターでもついてましたけど、このドラムがね、ついたことによって、もうアレンジがし放題になったわけでございますよ。はい。まずだからその歌詞が決まり、ドラムが決まってというところ。で、ポテさんのアコースティックギターももう、ほぼほぼだよね。ほぼほぼっていうかもう、デモ音源からもアコギすごかったのよ。ポテさんだから。うん。で、ここに私は、ギターつけてくれと、まあ、いうことですよ。私ですからね。で、最初にそのデモ音源聞いたとき、ここにどういうギターつけりゃいいんだっていうぐらいね、もうほぼほぼ良かったんで。で、最初の勘違いが功を奏しましてね、デモ音源だから、この曲のギターは俺がつけりゃいいのかと、全般的に、という解釈を最初にしてしまったので、書いてよかったんですよ。だから一応全部そのポテさんがやったリフをまあ俺なりにやって一応かぶせた音源をまあショートバージョンですけど作ってこんな感じやでっつって聞いてもらったらまあまあいいんだけどいいんだけどってポテさんがねいいんだけどそうじゃないんだタムさんみたいな俺もああそういうことかと思ってそりゃそうだよな。このギター消すのもったいねえもんと、ポテさんのギターをね。そりゃそうでしょ。と思って。ところが、私のギターとポテさんのギター重ねてもいいんでよかったんですよ。結局ね。で、しかも、その表現1から10までね、こう繰り返してきますから、同じフレーズを繰り返していくんですけど、ってことはほら、こう、だんだん足していけばいいわけですよ。ぐわーってこうやって盛り上がっていけばいいんだから。あ、じゃあ俺がつけたリフを、小出しというか、ちょっとずつこうやってて、音、大きくしてけいいじゃん。っていうのが、序盤といいますか、繰り返しのところのギターの構成ですね。私、だから、その同じリフの低音、高音つけたので、はい。ポテさんの曲とか、私の曲とかをよく聴いてくださってる方なら、わかるかもしれない。あ、こっちポテさんで、こっちタムさんみたいな感じ。いや、かなり難しいけどね。特に最初の繰り返しのリフのところは、どっちがどっち弾いてんねんみたいな感じかもしれませんけど。なんか、キテレス回帰なの弾いてんのがポテさんです。あのギターリフはね、ポテさんじゃないか、弾けん。ほんで、最後に、大合唱というか、そう、最後に転調というか、もう曲の雰囲気変えて、それまでの繰り返しだったのとは違う、最後に、フレーズがボンと入るんですけど、もうそこはね、早い段階で発想があった、あ、ここはもうエレキのリフだろうと。ポテさんと俺のギターのところで、一番こう、明確に、区別というか、できるのは俺がエレキ弾けばいいんだと。ポテさんも当然エレキ弾けるでしょうけど、あんまりやらないもんね。アコースティックギターでやっていくし、それからポテさんのリフというのは本当にさっきも言ったけど、独特なリフで、こんなんどって弾いてんねんみたいな感じのやつをもうさらっと弾くんですけど、逆にあんまり王道のフレーズは弾かないんですよ。弾けるでしょうけど、弾かないから、もう最後のところがね、いかにもポテさんチックなリフの繰り返しだったのに対して、最後はもう本当に聞きやすい、まあ、歌詞で言うと、のらりくらり、のらくらりっていう、まあ、大合唱になってくるんですけど、非常にもうメロディアスなフレーズが最後ボーンと来るんですけど、そこにはね、もうこれは完全にもう王道なリフをエレキでつけちゃえばいいやと思ったんで、付けさせていただきました。これはもういかにも俺のリフって感じですね。よく言えば、悪く言えば、いつもの俺のワンパターンなリフ。嫌いじゃないけどね、自分で。それをつけて、まあ、ギターは完成いたしましたと。それで最後に、のらりくらりのらくらりのところがね、あんまりにも気持ちいいフレーズでね、これはもう耳につくしね、
一回聞いたらもう本当にすぐ覚えられるフレーズだしねっていうのもあったんで、当初からもうポテさんもそんなイメージは持ってたと思いますけど、ここはもう合唱しようと、でそこに月ちゃんを混ぜ込みまして、あの月タブの月ちゃんはね、あのボーカリストでもありますからね、本当にあの本当に真面目にで、結構強烈なシャウトとかも全然かませられるんだけど、今回は あえてそこにフラットな月ちゃんを入れてくれと俺がリクエストしまして、まあ要は普通というか、まあフラットですね、フラットに歌った月ちゃんの、のらりくらりのらくらりで、ポテさんがもうすでに、自分でこうハモリのパターンを入れてたんで、残ってるハモリの音あるかしらと思ったけど、歌ってみたらあったんで、上パートのさらに上と下、私がつけて上パートの上と下の上取ってる時は、嫁に怒られました、うるせえって結構高かったんだね、のらりくらりのらくらり、ひたすらこれ繰り返してりゃうるさいよねそれだけ聞いてりゃね、何やってんだこいつはって話になるけど、はい、そんな苦情にもめげずに頑張ってつけました。はい、まあそんなこんなでなんとかできました。はい、まあそうね、いろいろで最後のそのコーラスもここもちょっと上げるかこっち下げるかみたいなね、そんなやり取りをやりつつ、まあ、それもね、あの顔合わせてやってるわけじゃないからね、もう全然点でバラバラのとこにいるわけだから、みんなして、いやデジタルはすげえ、ありがとうデジタル痛感しましたけど、まあほんでも早いですよ、こうリアクションが早いんでね、全然ノンストレスで、こうしようって言ったら5分10分ぐらいでもう音源直ってくるからね、ポテさんからピョンってね、そんな形で繰り返してやっていって、はい、できました。まあ私がミックスした部分もあれば、ポテさんがミック、まあ相対的にミックスはね、あのポテさんですけど、まあ本当にアキさん、月ちゃん、私、ポテさんの4人がギャッとこうくっついた音楽になったんじゃないかなと思います、はい、まあ複数のコラボはね、まあ、それなりに大変なとこもありますけども、まあ基本楽しんで、はい、音楽というものを楽しんでやるということができていれば、おのずといいもんができてくるんでしょうね、ということも実感しましたね、はい、めちゃくちゃ楽しかったですから、まあ、特に音作りのね、ポテさんと、まあどうしてもね、音階がついた音作りに関してはポテさんと私かな、まあ、演奏面で言えばね、にもなったんで、まあ楽しかったですね。もちろんあれですよ、あの月ちゃんの歌詞とアキさんのドラムがあっての話ですけどね、私とポテさんがギターで絡んだのはずですからね、何度かコラボやってますけど、私が、ソロを入れたとかっていうのはありましたし、なんだ、ポテさんの歌詞に私が曲つけたとか、2人で、こうハモったとかっていうのもありますけど、本当に純粋にここまでギターで絡んだの初めてだったんだよね。いや楽しかったですね、本当にありがとうございました、まあ、そんなこんなで今日はもうポテさん縛りでいいわいと思ったんで、私の方の今日の歌動画は今年の6月ぐらいですか、半年ぐらい前に、ポテさんに歌詞書いてもらって私が曲つけた途中乗車っていう曲のね、これ3回目ですね。最初に今日に近い形、今日やったちょっとこうテンポ、ゆっくりめのテンポの感じで一回出した後に、めっちゃパンクで超
超高速なもうドラムが死んだでっていう感じなパンクバージョンを出したんですね、その時にね。で今日はまあテンポ感的にはそのパンクの前に出したなんていうのカントリーっぽい感じなやつをまあ改めて、まあそれ元ですけどね、アコギとセミアコ2本でギターソロつけて出してみましたけど、今日はもう、はい、もうポテさん、まあ今回のコラボもねポテさん発信なんで、今日はまあポテさんに尽きるかなということで、はい、私の歌のアップもポテさんにしたい、ポテさん絡みにしてみました。はい、まあそんなこんなでね、私の動画はまあまあいいんですけど、今日はあのポテさんとその愉快な仲間たちが出したコラボ曲、ポテさんの方で、ポテさんのチャンネルでアップしてますけど、キーウの表現、ぜひお聞きになってみてください。はい、頑張って作ったんでね、いい仕上がりになってると思います。コラボのお仲間さんたちありがとうございました。はい、またなんかできればと思いますんでよろしくお願いします。ということでタムランチでございました。はい、それでは今日はこの辺。